さあ、今、ホームの開幕戦、木下マイスター東京のユニフォームを着ての初のヒーローインタビュー、今の気持ちから聞かせてください。はい、もう嬉しすぎて、最高です！1番のダブルス取られた後、2番、3番、2人が取ってくれました。ここで勝負を決めようという思いがあったと思います。どんな気持ちでゲームに臨んだでしょう？はい、もう2番、3番、ともに非常に苦しい試合で、勝ち抜いてくれて、試合、僕の試合中のウォーミングアップの時に、燃える闘魂の BGM が鳴って、今日はこれ勝たなあかんなと思って、今日は挑みました。本当に勝ててよかったです。今までは対戦相手としてこの木下マイスター東京と戦ってきたわけですけども、木下マイスター東京の会場の雰囲気、ファンの皆さんが作ってくれるこのムード、どんな風に感じてますか？はい、もう本当に嬉しいんですけど、まず入場してきた時に、あそこの名前入りの弾幕に僕の名前がなくて、あと練習中に、公開練習中に僕のファンがちょっといなかったことと、ちょっと不満はあるんですけど、でも本当に温かくて、こうして、また名前入りの、自家製で作ってくれたりしてくれたので、本当に嬉しくて、あったかいチームだなと思いました。ありがとうございます。今の発言を聞いたら、戸上選手のファンというものをもっとみんながね、大々的に表してくれると思いますけれども、みんなね、タオルだったりうちわを見せてくれるようになりました。さあ、共に頂点へということで、ホーム開幕戦取りました。今シーズンの目標をズバリ聞かせてください。はい、もう率直に優勝しか見てないです。女子の木下アビエル、神奈川とともに、そしてファンの皆さんとのともにです。今日の一緒に戦ってくださったファンの皆さんに一言メッセージ、中継をご覧になっている皆さんにも一言メッセージ届けてください。はい、まず会場の皆さん、そして中継を見ている皆さん、本当に応援ありがとうございました。これからも、明日も、もう一回ここですかね、ここでまた試合があるので、ぜひ、応援のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。さあ、それでは皆さん、準備はいいですか？準備はいいですか？あの音楽が流れてたので、今日の勝利の喜びは戸上さんと一緒に締めたいと思います。準備いいですか？これで恥ずかしい思いさせないでくださいよ。コートサイドも大丈夫ですか？じゃあ戸上選手、今日のゲーム締めくくってもらいましょう。お願いします。いきます。1,2,3 だー、ありがとうございました。